みんなの言葉、世界の言葉、イデオマスでトードス、イデオマスデルムンド。Hola amigos。Hola。こんにちは。駒ヶ根青年海外協力隊訓練所でスペイン語を教えているヒロです。マリア・フェスースです。ファン・カロスです。さあ皆さん、スペイン語はスペイン以外の国のどこで話されているかご存知ですか？実は中南米、そしてアフリカでは赤道ギニアという国で話されているんです。これから皆さんと一緒にスペイン語の会話で一番重要な基本フレーズを覚えていきましょう。さあ、それでは始めましょう。Vamos a empezar! Vamos a empezar! さあ、これからスペイン語会話の基本フレーズを覚えていきましょう。まず、朝の挨拶から参りましょう。おはようございます。これはスペイン語で Buenos días。Buenos días。Buenos días。さあ、今度は午後の挨拶。こんにちは。これをスペイン語で言うと、Buenas tardes。Buenas tardes。Buenas tardes。次は、相手の名前を聞いて、自分の名前を言ってみましょう。あなたの名前は何ですか？これはスペイン語で、¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? 次に、自分の名前を言うときは、私の名前はヒロです。これをスペイン語で言うと、Me llamo ヒロ。Me llamo María Jesús。Me llamo Juan Carlos。 さあ、名前を告げ合った後に今度はよろしく。これをスペイン語で言うと Mucho gusto。 Mucho gusto。 Mucho gusto。 さあ、今度は相手の出身を聞いて自分の出身地を伝えてみましょう。出身地を聞くときは、出身はどこですか？これをスペイン語で言うと、De dónde eres? De dónde eres? De dónde eres? はい、今度は自分の出身地を答えてみましょう。私の出身は日本です。これはスペイン語で。Soy de Japón。 Soy de España。 Soy de Uruguay。 さあ、今度は違った表現を学んでみましょう。相手の持っているもの、それは何ですか？と尋ねてみましょう。それは何ですか？これをスペイン語で言うと、¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? どうですか？覚えました？最後にですね、今覚えたフレーズの入った会話を聞いてみましょう。聞き取れるかな？マリア・ヘスースとフアン・カルロスがバーベキューで出会うシーンです。では聞いてみましょう。Vamos a escuchar。Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Juan Carlos, ¿y tú? Me llamo María Jesús. Mucho gusto. Oh, mucho gusto. ¿De dónde eres? Soy de España. ¿Y tú? Soy de Uruguay. ¿Qué es eso? Esto es mate, una bebida típica de Uruguay, Paraguay y Argentina.
¿Y tú qué tomas? Tomo vino de España. El vino de España es muy rico. Oye, ¿comemos algo? Sí, vamos. はい、どうですか？聞き取れましたか？難しかったですか？これを機会にもっとスペイン語を勉強してみてください。はい、ここからはスペイン語圏で活躍している青年海外協力隊の活動について見てみましょう。現在ですね、スペイン語圏、実は24カ国で、協力隊員は活動しています。その中でも特に多い活動が多い国はですね、パラグアイ、ホンジュラス、そしてボリビアがあります。ここでは約1000人以上の協力隊員が活動してきました。中米に位置するコスタリカという国、カリブ海と太平洋に面した綺麗な国です。ここで実際に活動してきた隊員がいます。2年間日本語教育に携わってきた隊員で、隊員活動の後、松川町のホストタウン推進員として活躍されています。白井瑞穂さんに登場していただきます。それでは白井瑞穂さんの体験談を聞いてみることにしましょう。白井さん、よろしくお願いします。オラー、メジャモ瑞穂白井、ソイデハポン、ムチョグスト。皆さんこんにちは、白井です。私はコスタリカのエレディア県というところに派遣されていました。エレディアは首都から1時間ほど、自然がとてもきれいな町でした。そこでは現地の大学で生徒に向けて日本語の授業を行っていました。でも日本語の授業の他にも、文化紹介や日本のお祭りの開催、また現地の先生やアシスタントの方々と一緒に弁論大会や中米カリブ地域に向けた日本語教育セミナーの開催など、大学の外の活動もいろいろと携わらせていただきました。活動の中で初めての経験も多かったので、学びもたくさんありました。でも2年間の協力隊の経験を思い出すと、まず一番に出てくるのは現地で関わっていた人たちの笑顔です。何をやってたかっていうのももちろんすごく心には残っているんですが、私はホームステイもしていたので、その時の家族や友達たち、彼らと過ごした時間がすごく楽しくて、出会えてよかったなと思う人たちが本当にいっぱいいます。そういう人たちがいると、コスタリカで何かがあった時に、あ、大丈夫かなとか、あの人たちは今も元気にやっているかなと、こう遠い国に思いを馳せることがたくさん増えて、それはボランティアに行ってよかったなと思うことの一つです。で、帰国後、私は松川町に就職をしてホストタウン業務に携わっています。ホストタウンというのは東京オリンピック・パラリンピックに向けた交流事業の一つで、松川町はコスタリカとつながっていろいろと親交を深めています。例えばコスタリカの人を町に招いて一緒に料理体験をしたり、お祭りを開いたり、またオリンピックに来た選手たちを迎えて応援する準備を進めています。そのような活動には、協力隊時代頑張ってきたスペイン語であったり、現地の人たちとのつながりがとってもよく生かされていると実感しています。これからもずっと協力隊の2年間の経験を生かしながら、どんどん頑張っていきたいと思い、日々活動しています。駒ヶ根青年海外協力隊訓練所でした。それでは皆さん、また会いましょう。Nos vemos. Hasta pronto. Adiós. Ai, Boan. Namaste. Feliz Betón.